こんにちは、デリッシュキッチンです。 JA 全農新潟の提供でお送りします。新潟県産枝豆 150g を用意します。新潟県産枝豆は風味豊かで絶品です。塩小さじ2を加えて揉み込みましょう。水 500cc を鍋に入れてお湯を沸かし、枝豆を加えます。 4、5 分茹でて取り出し、ざるにあげ、内輪で仰いで粗熱を取りましょう。早く冷ますことで綺麗な緑色に仕上がります。鞘から取り出し、薄皮を剥きます。絹豆腐 150g をビニール袋に入れ、滑らかになるまでよく揉みます。鶏ひき肉 100g、 酒大さじ1、塩小さじ1/3、胡椒少々、片栗粉大さじ3を加えてよく揉みましょう。枝豆を加えて軽く揉みます。袋の角を少し切り落とし、フライパンに1/12量ずつ絞り出します。サラダ油大さじ1を加えて中火にかけ、上下を返しながら6分から7分焼きます。表面に焼き色がついて火が通ったら完成です。新潟県産枝豆は6月下旬から10月中旬まで様々な品種を楽しめます。ご飯のおかずやビールのお供にもぴったりです。ぜひお試しください。